ニングは詐欺です。どういうことだ。かけつぼ。つぼってなんですか。作り物をいっぱいする身としてはめちゃくちゃ楽しかった。なるほどね。こんなアニメ紹介してバイヤツラの花村です。ファミラス佐藤です。はい、さてこの曲なんですけれども、はい、アニメを比較的ちょっと見れていない僕たちにですね、うん、ポイヤツラのメンバーが、はい、好きなアニメを紹介してもらって、僕らがリクエストしてメンバーがプレゼンしてくれる。はい、ちょっとですねその企画の第2弾をやっていきたいと思います。僕がリクエストしたアニメはこちらです。ギャグセンスが高くて笑えるアニメ。実はですね僕まあ高いハードルのリクエスト出してるんですけど、実は僕ですね M1 とかお笑いめっちゃ大好きで、でなんかよく考えたらその笑えるギャグアニメってあんまり知らないなと思ったんで、今回はメンバーにおすすめしてもらいたいと思います。それでは柿本さんよろしくお願いします。なんて高いハードルなんでしょう。ギャグセンスが高くて笑えるアニメ。はい、じゃあ私が花村におすすめしたいのは、うん、遊び遊ばせというアニメになります。うん、漫画が原作なんですけど2018年テレビ放送していました。うん、日本生まれ日本育ち、英語もできないオリビアちゃん、うん、知的な雰囲気だけど英語が全くできないかすみちゃん、でリア充になれないおさげの女の子花子、この3人の女子中学生が、同好会として遊び人研究会を作っていろんな遊びをして、ほのぼのギャグをするというアニメになっております。ポイントですね、オープニングは詐欺です。どういうことだ。詳しくいやあのね、あのもし遊び遊ばせを見たことがない、もしくはオープニングで見るのをやめてしまった人は、すごく可愛らしい綺麗な感じのオープニングなんですよ。でもオープニング終わった途端に始まるのは別のことだから、あのぜひあの再トライしてみてください。違うなと思った人はもう一回続きを見てもらいたいなと思います。そこで間違わないでほしい。そういうアニメじゃないから。皆さんもお気をつけて。はい、でね、こっからがポイントです。うん、はい、可愛い女の子たちが、可愛い女の子たちが、これ私が書いてなんで、あのイメージね、なるほど、イメージね、あのすごく表情が豊かに笑わせてくれます。へえ、気になる。こんな感じの子が、いいね。こうなったり、はいはいはい、あなったりするところが絶妙な表情っすね。これ私の絵なんでね、私の絵なんで、あのもっとこうあの画面いっぱいにこういうのが画面を占めるっていうのが、なんかギャグアニメの中でも、はいはいはい、まあ、言葉であすなんていうんだろう、遊ぶ、うんうんうん、ギャグと、うん、絵で遊ぶギャグってアニメだからあると思っていて、それの絵で遊ぶ方だと思っているし、うんうんうん、あとその女子中学生ものなんだけど、うん、あの結構声優さんも吹っ切れていて、あーいいですね、面白そう。あの可愛いキャッキャした女子と、はいはいはい、あの裏返った声のコラーゲア女たちみたいなのとかが楽しめるギャップが楽しいアニメになっております。なるほど、いや面白そうですね。そのミスマッチとかギャップみたいなところ、ギャップですね、ギャップがとってもいいです。いいなぁ。まあ途中から遊び何だったかよくわかんなくなるんですけど。それどうでもよくない。うん、遊び人研究会、アソケンでございます。へぇ、こんな感じで。よろしくお願いいたします。ここに書いてある顔がやばい。いやすごい。え、これ自分で書かれたんですよね。アニメ見ながら自分で書いてすごいなぁ。プレゼントしてもすごいですね。なんかその絵で笑わせるとかで、うんうん、アニメならではの部分あるじゃないですか、うんうんうん、動きとか、なんかそこら辺すごい確かにちょっと見てみたいなと思いました。ありがとうございます。それでは日立さんです。よろしくお願いします。お願いします。私のおすすめは、はい、ひな祭りというアニメです。へー、ですか。よ、知らないですか。まあ簡単に言うと、超能力少女かけヤクザかけ
コメディ、かっこ、行かれた人々、はい、かけ、ツボ。ツボってなんですかこの二人でいいですよね、もう。何かしら、ね。まあ、本題はここですね。超能力少女かけ、ヤクザ。どんなキャラクターかと言いますと、はい、超能力少女の方、ヒナって言うんですけど、はいはい、すっごい超能力です。もう簡単にヤクザをもうぶちのめせるくらいの。ああ、なるほど。未来から、ね。なるほど。意外と真面目な設定です。はいはいはい、はい。ローテンションなんです。ああ、なるほど、ね。で、わがまま。ああ、はいはいはい。いくら大好き。ああ、なるほど、なるほど。ローテンションがポイントでして、はいはいはい、結構ギャグアニメって、うん、ハイテンションボケまくりさみたいな作品なんですけど、うん、どちらかというと、比較的ゆっくりめテンションで、うん、センスいい系、悪芸人さんで言うと。大好きっすよね。そういう系 の、 はいはい、はい、のギャグアニメでございます。そのポイントになるのは、ヒナがローテンションなキャラクターっていうこと。ああ、いい仕事してますね。めっちゃボケキャラなんですけど、たまにツッコミにもなるぐらい、他にもやばいのがいっぱい。わ、万能。で、まあ事実上の主人公こっちですね。新田というインテリヤクザです。はいはいはい、すごいできる男です。経営もめちゃくちゃできます。なるほどね。で、いいやつです。実はヒナが、うん、来ちゃって育てなきゃいけない。親子、疑似親子みたいな感じで。ヒナに振り回される、うん、すごい苦労人なんですけど、でもまあなんやかんや、うん、まあ育ててやるみたいなやつです。はい、ツッコミ役です、彼。ああ、まあそう。はい、で、もう、ひどい苦労に遭いがち、苦労症なんですけど、うんうん、なぜかいろんな出来事があった結果、うん、こいつは恐ろしいヤクザだとみんなに思われています。なるほど。もういろんなトラブルの結果そう思われてるけど。はい、で、あとツボラブル。これが、これもわかんないんですよ、ね。伏線じゃないですよね、これ。伏線じゃないです。なるほど。とにかくツボが大好き。ああ、そうなんだ。ツボを集める。ツボ壊されるの嫌だからヒナを育て始めるみたいな。ああ、なるほどね。行くとこまで行くとツボ部屋を作ったり、多分ね、いろんなエピソード。はい。ツボに言葉がかないエピソードが。なるほど。ちゃんとアホなんですね。あって思う。シーズンじゃねえ。他にもですね、組長、ヒナを溺愛しているおじいちゃんですね。はい、うん、とか若頭。うっかり三田をコンクリ詰めにしてしまいます。かわいらしいキャラクターでしたね。はい、歌子というですね、はい、まあ、バーテンさんなんですけど、はいはい、中学生を無理やり働かせるよ、はい、そういうね、かわいらしいキャラクターでした。なるほど。三島、これ中学生なんですけど、はい、漫画、アニメじゃないんですけど、いずれは CEO に、はい、なんか遠からず CEO に。なるほど、なるほど。そんな、めちゃくちゃなキャラクターでございます。はい、で、時間切れなので、最後、はい、セリフがいいです。こんな感じでですね。はい、気になった作品あります？セリフあります？ああ、いいっすね。まあ、なんか全部気になるんですけど、これがどう回収されるのかとかね。みんなで、うん、中学生も一緒、うん、知らないおっさんも一緒、うん、ヤクザも一緒に、キャバクラ行こうぜ、キャバクラ、キャバクラ、みんなで道を歩いている。そんなアニメ。で、漫画も面白いし、アニメも間がいいです。あ、間がいいあれだ。以上でございます。アホなアニメってことは分かりましたね。いいですよ。でもあとそのローテンションでボケるっていうのが、そうそうそう、やっぱボケ数多いハイテンションなギャグ漫画がどっちかというと多いですけど、あ、もちろんぬるいとかそういうことじゃないっていうか、ここでプレゼンするとルールなんですけど、いやいや、でも分かりますね。そう、で見たくなりますこれ。確かにそっち系が好きな方にはかなりおすすめでございます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。ではみやちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私が忙しい花村さんにおすすめするアニメということで選びました。プレゼンがうまいですね。はい、はい、脳みそを空っぽにしてフフってライトに楽しめる隣の関くんというアニメを紹介したいと思います。はい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 、で、このアニメ登場人物、うん、主な人物2人だけです。へえ、なるほど。学生さんなんですけど、うん、関くんということを、うん、隣に座ってる横井さんという女の子、うん、この二人がメインです。なんなら関くんは言葉を喋りません。え、そんなん成立する？ふふっとかそれだけ。あー、なるほどね。基本は横井さんが全部喋ってくれます。なるほど、状況説明です。はい、そうです。はいはいはい、はい、で、いいね、関くんが授業中にひたすら角の席でこそこそ遊ぶだけっていう授業サボり漫画がアニメ化したっていうものなんですね。はい、はいはいはい、でこれのポイント、うん、おすすめポイント、うん、1つ目、忙しくてもライトに楽しめる1話完結型、うんうんうん、ショートアニメです。あ、いいね、はい、いいね。1話7分です、うん、ちょっと時間まで教えてくれる。7分です。なるほど。オープニング、エンディングもあって7分なので本編5分ぐらいです。あー、なるほどなるほど。なのですごい忙しい花村さんにはおすすめ、うん、確かに毎日見れるです。で、おすすめポイント2つ目、うん、で誰もがちょっとやったことある授業中のお遊びが、
全力でやられてます。ああいいね、はい、自分の代わりにやってくれてるみたいな、はい、机の角で落書きするとかちょっとあるじゃないですか。いやあるね、そういうやつを全力でやった結果が、これ今タイトルを出してますドミノ将棋机磨き囲碁消しゴムハンコ避難訓練手紙回し編み物ゴルフ福笑いとかパラパラ漫画持ち物検査とかもタイトルで入ってるんですけど、私はこの机磨き消しゴムハンコ、パラパラ漫画あたりが、作り物をいっぱいする身としてはめちゃくちゃ楽しかったそっち側に共感するんだ、はい、女の子じゃなくて、ね、全力で磨いてるのが分かるみたいな気持ちになるので、すごいおすすめです。みやちゃんならではだね、で最後3つ目、どんどん膨らんでいく横井さんの脳内コメント。あーなるほど、はい、授業中なんでね、会話するという形ではなくて、何してるの関君っていう形でひたすらモノローグなんです、横井さん。あ、なるほどね確かにね、そこのツッコミセンスみたいな、でもだんだん見てるうちに、ここで行われていることに、横井さんがストーリーを付け足していって、勝手に感情移入して将棋でおままごとみたいなことしてるんですけど、はいはいはい、そこにこっちから殴り込みをしに行ったりするようになります。両方ボケみたいな感じだよね、なのでゆるっとライトに見られる、でちょっとほんわかしつつ、はいはい、何してんのかっていう吹っ飛び度合いを楽しめるっていうのがこのアニメのポイントです。もう横井さんは花澤香菜さんが声優さんをやってるんですけど、花澤さんのジェットコースターのテンションっていうところがすごい楽しんでいただけたと思います。なるほどね、声優さんもね、はい、よろしくお願いします何よりやっぱちょっとユーザー顧客目線でこれが、仕事大変だったな、いやちょっと5分、7分ぐらいだったら見れるのにっていう時にお勧めしてくれられるとして、いや面白そう。あとなんか最初聞いた時にそのすごい特定の設定でどんだけ膨らませられるんだろうと思ったら、めっちゃあるんだね、いろんなパターンが。めっちゃある。それ気になるね、はい、確かに確かに。いやいや面白そう。いやちょっとなんかそのやってることも含めミヤならではだなと思ったんでいやちょっと惹かれましたね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、はい、発表が終わりましたけれども、終わりました、ね、どうでした花村さん。いやーこれマジで悩むね。悩みますよね、分かる分かる。全部どのアニメも、なんかそれぞれの面白みを感じて、はい、いやちょっと悩むね。いやでも大丈夫です、決まりました。決まりました、はい、あ何になるのかな、ちょっと楽しみですね。おはい、花村さん、今回ギャグセンス高くて笑えるアニメどれを見たいですか。僕が選んだアニメはこちら、隣の関君でーす。皆さんまず一番最初、まずプレゼンがキャッチーですよね。その僕の普段の状況を察知した上でこう紹介してくれてるっていう、やっぱ7分でこう1話見て面白いっていうのと、あと設定がですね面白いなと思って。確かに確かに、なんか1個の設定で登場人物の2人だけで、そのずっと続いていくっていうのはどんな風にこう展開していくんだろうみたいな、なんかそういうアニメ自体の設定も含めてなんか見てみたいな、すごい興味を引かれたアニメでしたね。いやでも僕も隣の席を見てみたいなというふうにも思いました。はい、いや全然、いや本当に思った、まあ、でもどれも良かったんでね、ちょっとね、せめて1話は全部見てみたいなと思います。はい、わかりました。ということで、はい、今回ギャグセンス高くて笑えるアニメということで、花村さん、隣の席を紹介してもらいましたが、他にも、たくさんの、アニメを紹介しました、はい、他にもこういうとこいいよっていうポイントがあれば、ぜひコメントで教えてくださいというのと、あとこの他にもですね、ギャグセンス高くて笑えるようにこういうのがあるんだけどどうですかと、はい、あればぜひぜひこちらもコメントにお願いしたいと思います、はい、はい、ということで、今回の企画はこれでおしまいにします。ありがとうございました。一方やつらの花村とファビラス佐藤です。よろしくお願いします。ということで、はい、今回の企画なんですけど、ちょっとごめんなさい。もう一回。こちらです。確かに。